猫すきさ猫んのは見逃形をせしないたガラガスラ小スのお皿。皿が人気です。器屋さん店長須藤です。今日はですね、ここに今ちょっと映ってますお客様の声を拾ってお話をしたいと思います。今日はですね、アデリアのココネコクラフト小皿というものについてご説明したいと思います。まずはね、お客様の声でまずは商品をね紹介してみましょう。ここに載っていますが、ちょっと待ってくださいね。ここに載っていますが、こんな感じですね。ココネコクラフト、白、黒、茶色、内黒、内茶と、ね、こんな風にして使ってみてはいかがですかっていうガラスのちっちゃなお皿なんです。今ここにね、3色だけはね、見てもらえますけど、見てもらってますけど、こんな感じのお皿なんです。そしてですね、今日ですね、お客様の声を初めていただくことができましたので紹介したいと思います。通りすがりの野良猫さん、30代女性の方です。かわいいですね。切った果物や野菜でも食事の際にテーブルに並べるだけで可愛くなって気持ちが上がりますということなんですね。まあ、今お見せしたようにですね、大きくはないお皿です。実際ちょっと私がじゃあ一つだけね、開けてみましょう。こういう箱に入っています。猫型の抜いた箱ですね。まあ、今ね、黒を開けてみます。黒を開けてみるんですけど、このようなサイズ。私の顔と比べてこのようなサイズ。そしてですね、これが真っ黒じゃないんです。手作りなので、ちょっと今映ってますね、これね。若干こう透明がかっているとかね、真っ黒ではないんですよ。手作りなので、このガラスの感じもね、こう、ちょうどね、私、ちょっと透けたりして、これ今ね、わかると思うんですけど、透けたりするのも可愛いです。ちょっとね、透けないようなところとか、こういうような感じですけど、ちょっと透けるような、僕の顔を通すとね、これ、ここですね、見ていただければわかるんですけど、ちょっと透け感もあるような感じの黒いお皿です。で、一個一個ね、表情がね、手作りですね、違うというのも魅力になります。のせるものね、先ほどお見せしたような刺身とか、そういったものでもいいですし、アクセサリーを置いたり、それから醤油皿として使ったりということで、買っていただいた方には皆さん自由な感じで使っていただいてます。でね、これがとても人気で、今私のところでも器屋さんでもですね、今お見せしている白ですね、それから茶色、黒、この3色は大抵で常にあるんですけれども、この他の先ほどご紹介したブチ茶とブチグロがなかなかちょっと入ってこなかったりですね、品薄だったりして、買っていただく機会が少ないのがちょっと残念なんですけども、そのぐらいね、今ね、人気がある器です。もう一度ご紹介しましょう。アデリアガラス皿ココネコクラフト小皿、うちの店では1枚で単独でもお売りしてますし、2枚セットでちょっとした別のお箱を用意して、ギフトに例えばこうね、白と黒の猫ちゃんのお皿2枚を箱に入れて、ギフトにも使っていただけるように用意してます。もちろんね、ほんと5枚セットもあるんですけど、今さっきおっしゃったようにブチグロとブチ茶がちょっとね少ないので、そういった状況なので、現在はこの3色を中心に販売していますので、よかったら見てください。今日のお客様の声、商品のご紹介は、アデリアガラス皿ココネコクラフト小皿でした。いかがだったでしょうか？この商品気になったよという方は、ぜひ、器屋さんのページに行ってみてください。それでは、器屋さん店長須藤慎一郎した器屋さんチャンネル。今日は、アデリアの猫の形をしたガラス皿のお客様の声をご紹介いたしました。その上に商品紹介もご紹介しました。参考になれば幸いです。この動画が面白かったよ、買ってみたいなとか、ぜひ高評価ボタンでお知らせください。この商品についての質問等々もコメントでお待ちしています。最後になりますが、チャンネル登録いただくととっても喜びます。それでは、器屋さん店長須藤慎一郎した器屋さんチャンネル、今日はここまでにしたいと思います。じゃあまたね。